した。随分と顔が赤いようだが。うるさいわね。ちょっと疲れただけよ。無理をするな。負けを認めれば楽になる。誰が負けるもんですか。あなた、実は飲んでないんじゃないでしょうね。飲んでるぞ。ああ、言い忘れたが、俺は国の酒飲み大会で優勝したことがある。今になって言うなんて卑怯よ。ナスラの男なんて嫌いなのよ。卑怯で強引で自分勝手で平気で女をさらう。そうだな。するなんてずるいのよ。あなたに罪悪感を感じる資格は。すまない。だからあなたにはそんな顔をする資格はないって言ってるのよ。すまない。謝るくらいならどうして連れてきたの。俺が王だからだ。説明になってないわ。王は先代の決めた法律、留守から女を奪えという命に逆らえない。言い訳だわ。現にあなたはこうして自分の手で女を連れてきた。どうせあなたもこのうちの誰かをめとるつもりなんでしょ。いや、俺は留守の女はめとらない。そっか、自分にはもう相手がいるからいつも余裕だったのね。妻も婚約者もいない。その年頃の娘が今の王都にはいないからな。じゃあどうして。強引にさらってきて、さあ俺の妻になれなどとどうして口にできる。これ以上無体な真似はしたくない。本当に勝手な男。自分一人だけ罪悪感に逃げてる。わかってる。それでも俺は
お前たちの幸せを願わずにはいられないんだ。もう平気だから話して。先に付き合ってくれて感謝する。おかげで今宵はよく眠れそうだ。お前も無理せず休め。シャルに行ったら怒られるわね。彼女なら治癒室でお休みになっていましたよ。こんばんは、南の姫君。私が姫だなんて何の冗談？女性は全員姫君ですよ。それともその他に意味が？実は先ほど留守王の妹君がこちらにいるとの情報を得まして。へえ、そうなの。ええ、その方はというお名前でいらっしゃるとか。私以外にも二人いるわ。珍しい名前じゃないから間違えたんじゃないの？そうかもしれませんね。そういえば留守王は随分と妹君にご執心なのですね。何でもお一人でナスラに侵入した挙句捕らえられたとか。あ、そうなの。けなげな方ですよね。ですからほら、妹君が確認しやすいようにああして縄で縛って連れてきて差し上げたんですよ。誰もいないじゃ。おや、お知り合いでもないのに随分と必死なんですね。
安心してください。あなたが大前だとしても当屋様に言うつもりはありません。なぜ？私は当屋様に大前と結婚していただきたい。ですがそうだと知れば、当屋様はあなたから、いえ、どこぞの大前から興味をなくしてしまうでしょう。あの方は見かけ以上に繊細な方でして、祭り事が絡んだ結婚はしないと言い張っている。つまりあなたは政治に利用したい。切り札は大いに越したことはないでしょう。ですから、その方を見かけたら伝えてくれませんか。当屋様を選べと。それ以外を選ぶようなら。ようなら。しょうか。きっと大喜びして、その日のうちに完膚なきまでに怪我してくれますよ。綺麗な顔してえげつないことを言うのね。あなたにもそういう願望があるのかしら。ご冗談を。私は女性には興味がありませんので。念のために言っておきますが、男性にも興味はありませんよ。じゃあ何に興味があるの？興味があるのはこの国の行く末のみですよ。へえ、禁欲的なのね。肉欲などという植物的なものにはとうに魅力を感じなくなってしまいまして。さて、あまり長居をすると我が王が嫉妬してしまいますから、今夜はおいとまいたします。それでは失礼します、南の姫。おっと、間違えました。ないの、バカを。Thank you.
シャル、何か聞こえない？知ってるわね。さっき下でその位置に誘われたバカな子たちが吹かれていたもの。ああ。どこかに行くの？その位置とやらを見てくるわ。もしかしたら何かいい情報が得られるかもしれない。ダメよ。いくら女を襲うのは法律で禁止されているからって危ない輩が消えたわけじゃないでしょ。大丈夫よ。私ならいざという時には最低限の自己防衛ができるし、万が一危なくなったら金的でも食らわして逃げてくるわ。あなたがただのか弱い女じゃないのはよく知ってるけど、でも大勢に囲まれたらと思うと心配なのよ。どうしても行くというのなら私も行くわ。シャルはここにいて何かあった時のために備えていてほしいの。私がいない間みんなを守って。あなたに言ったら絶対こういう展開になると。すぐ幼なじみ、よくわかってるじゃない。あなたのその無謀とも言える勇敢さには呆れるわ。全然姫らしくない。まあそういうところが好きなんだけどさ。ありがとう。私もシャルのいつもまっすぐなところが大好きよ。